皆さんこんにちは、シュギーです。ヒロです。今日シュギーには海外の日本のアニメコスプレに対するリアクションパート2をやってもらいたいと思います。おー、ついに。確かにパート2もやってほしいっていうコメント結構来てたもんな。そうやね、いろんな人が見てくれてほんま嬉しいよな。あー、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、早速始めていきたいと思いますが、準備はいいですか？もちろんです。行きましょう。じゃあまず最初は、つい最近アメリカでも劇場版の上映が始まったこのアニメから。 OK。 おほほほ、京次郎すごいな。これ髪型とか眉毛の感じも完全に再現してるやん。一発目からめっちゃクオリティ高いやつ出してきたな。これやばいやろ。これはやばいな。でもちろんこれもすごいんやけど、この人が他にもやってる鬼滅のキャラクターがあって、個人的にはそっちの方が驚いたから見てほしいんやけど。あ、すごっ。イノスケやん。やば。イノシシのマスク作ったのもすごいけど、これ顔そっくりすぎひん？やばい。イノスケにしか見えへんわ。ほんまそうやんな。美少年って感じがめっちゃ似てるよな、これ。あ、ちなみにこの人、ゲシャっていうインスタでも40万人近くフォロワーがいる人気コスプレみたいやから、また後でぜひチェックしてみて。全部すごいしびっくりすると思う。あ、そうなんや、ちょっと今度見とくわ。じゃあ次はつい最近完結した日本でも超人気のこのアニメから。 OK。 おほほほほ、リヴァイやん。めっちゃかっこいいな、これ。ハリウッドで描かされて絶対この人がリヴァイ役やんな。ほんまにそうなってもおかしくないぐらいこれはクオリティ高いと思う。あ、でリヴァイってやっぱり日本でも人気キャラクターやから、日本のファンがこれ見たら絶対驚くやろな。いや間違いないな。俺も進撃の巨人の中でリヴァイ一番好きやから、これはちょっとテンション上がるな。じゃあもう一枚進撃の巨人の中から見てほしいやつがあるんだけど。OK。 あーにやこれも再現度高すぎるやろ。現実世界でこんなん出てきたマジビビるわ。でこれ衣装自分で作ったんかな、ペインティング。いやこれどうなんやろな。いずれにせよここまでそっくりにコスプレできるのはほんますごいと思う。いやほんますごいな、マジ見てるだけでめっちゃ楽しいわ。じゃあ次、今日本で一番人気と言っても過言ではないこのアニメから。 OK。 五条先生やん。やば、髪型の感じとかめっちゃそっくりやな。やばい。で五条先生って実は素顔めちゃくちゃかっこいいんやけど、この人はもう絶対かっこいいと思うわ。いやそう言うと思ってちゃんと素顔を調べてきてん。さすがやな。へへへ、マジでイケメンなんかい。絶対モテるやんこんな。いやほんまにな。で調べてるとこの人中国出身の人みたいねんけど、まあ日本でも絶対人気でそうな顔してるよな。いやこれは間違いなくモテるやろうな。こんな顔生まれたかったな。OK。 じゃあ次は今や日本だけじゃなく海外でも人気のこのアニメから。 OK。 おお、ヒロアカね。このパクゴ再現度高すぎるやろ。マジでこの衣装どうやって作ってんやろうな。めっちゃ金かかってそうやなこれ。でつゆちゃんね、これめっちゃ可愛いな。個人的につゆちゃんめっちゃ好きやからこれ最高ですね。ちなみに爆豪は公式の人気キャラランキングで1位やってんけど、つゆちゃんは21位やったわ。え、マジで。もうそれ普通にショックやわ。 OK。 ここまでは最近人気のアニメから紹介してきたけど、日本といえばこのアニメって言われたら何思い浮かべる？難しいな。ドラゴンボール。その通り、ポケモンですね。というわけで、ポケモンからいくつか紹介したいと思います。まずはこちら。いや俺ドラゴンボールって言ったやけどな。ダグトリオね、これめっちゃおもろいやん。多分地面の中こんな感じになるな。いや間違いない。何これ、トランセル。トランセル、かっこよくなりすぎやろこれ。でめっちゃ強そうやし、この感じやったらアベンジャーズ出れそうやな。ゴーリキーやん。再現度高すぎるやろこれ。現実世界にこんなポケモンいたら絶対逃げるわ。
で前回の恋キングもそうやったけど、ポケモン結構面白くスプレー多いな。いやそうやんな。いやしかもポケモン好きな感じが伝わってきていいよな。あ間違いない。じゃあ次は終夜お待ちかね、女性のコスプレの紹介に参りたいと思います。あそれよそれ、今回もそれ待ってたんですよ。じゃあさっきのポケモンつながりで、まずはこれを見てもらおうかな。おお、ピカチュウとこっちはイーブイか。もちろんイーブイもめっちゃ可愛いねんけど、このピカチュウちょっと最高やな。こんなピカチュウやったら全力でゴッタキャッチェンモールするわ。いやちょっと意味わからんじゃあ次はこれ。おお、さくらね。めっちゃそっくりやなこれ。で何よりこの人めちゃくちゃ美人やな。いやほんまにな。俺中学生の時ナルトにめっちゃハマっててんけど、うん、その時ガチでさくらに恋してたの思い出したわ。まあちょっと気持ちはわかる。じゃあ次。ああかわいい。猫バス懐かしいな。懐かしいよ。子供の時トトロ好きで何回もめっちゃ見てた記憶あるわ。でこれ自分で衣装作ってるならめっちゃすごいな。ほんまにすごいと思う。これ抱き枕にしてほしい。この女の人もセットでって意味。まあそこは想像にちょっと任せるわ。じゃあ次が女性パートの最後ね。オッケー。おお、魔人ブー、セクシーすぎるやろこれ。いやセクシー。こんな魔人ブーやって喜んでチョコにされたよ。確かに。それにしてもこれ女性ならではの良さがめっちゃ出てると思うし、うん、もしマジングブーが女やったらこんな感じのデザインになってたんかもしれんな。そうやな。強そうな感じもめっちゃ出てるし、うん、確かに実際にドラゴンボールにこんなキャラがいても全然違和感なさそうやな。あじゃあここまでは海外の人のコスプレを見てもらったけど、やっぱりアニメの本場日本のコスプレがどんなんかも気にならない。いや気になるな。確かにコミケとかめっちゃコスプレしてる人多いって聞くし、うん、それ見てみたいな。そうというわけで、まあ、アニメ以外のやつもあるけど、うん、最後に日本人のコスプレもいくつか見てもらおうと思います。いいですね。それではまずこちら。紅の豚やん。このキャラの名前忘れたけどめっちゃそっくりやん。めっちゃそっくり。でめっちゃ怠けてるやん。これはもう飛べないただの豚やな。いやほんまにそうやね。いやクオリティが高いだけじゃなくてユーモアがあるのがいいよな。あー間違いない。じゃあ次。ドラクエに出てくる敵や。名前何やったっけ。カンダタや。あーそうそう、カンダタや。こいつ無駄に強いからめっちゃ嫌いやったわ。いや俺も嫌いやったこいつ。それにしても肉体の再現度高すぎるやろこれな。もはや実写やん。筋肉つながりでいくとこんなもんで、ね、ゴンや。これめっちゃ面白いやん。ピトーと戦った時マジこんなんやったな。マジでこんなんやった。じゃあ次。リアルすぎるやろこれは。もはやホラーやん。ホラーこれは。こんなアンパンマンやったら子供泣きわめくやろな。いやこれめっちゃおもろいやな。ちなみにアンパンマンっていうのは日本で子供に大人気のアニメで、パンをモチーフにしたヒーローが悪と戦う話だね。ああいやもう本当にほぼマジで日本の子供ほぼ全員見てるんちゃうかな。うん、こんなアンパンマンやったら絶対人気出へんやろけどな。いや絶対人気出てない。じゃあ次で最後。 OK。 おーこれはすごいな。クオリティもめっちゃ高いし、ジョータロだけじゃなくてスタープラチナもコスプレしてる人初めて見たわ。このスターブラチナめっちゃ再現度高いよな。やばいな。で、まあ、ちなみに最後の1枚、シュギーの好きなエッチなコスプレにしようか迷ってんけど、結局これにしたわ。ごめんな。やれやれだぜ。これで今日は終わりやねんけど、パート2どうやった。いや今回もクオリティ高いやつから面白いやつまであってめっちゃ楽しかったな。やっぱこういうの見てるとコスプレしたくなってくるな。別にやってくれてもいいけど、あのチョッパーみたいになるのやめてや。いやまあそれはちょっと保証できるな。というわけで今日も皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これからもシュギーズジャパンハウスをよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなまたね。
バイバーイ。バイバーイ。